で、この続きをやりたいんですけども、そうですね。で、松本信介、松信で、北海道のデザートドゥーブルフロマージュを紹介された時はすごい人気だったんですが、で大量に買っても送料は有料だったんですが、今は送料無料というふうになっているそうですね。本当にこのドゥーブルフロマージュを作った会社はこの松信で取り上げられて本当に幸運だっただろうなと思いました。で実際に食べたこのドゥーブルフロマージュの味なんですけども、そんなに番組で美味しいというふうに言っていたような感じではないですね。スポンジケーキの中に、チーズの塊が入っているような感じの味ですね。で、思ったより小さいです。すごく。まあ、ホールになってるんですけども、ホールというか、ケーキみたいに丸くなっているんですが、直径が測ったわけではないんですけども、15センチ前後、とにかく見た目よりすごい小さいというのが覚えています。そうですね。でも、ブログを最近、2010年の5月25日なんですが、この音声を入れてるのは、5日間ぐらいあんまりブログを更新していないので、だんだんアクセス者数というのが少なくなってきました。これ1ヶ月のアクセス者数ですね。タブレットを買いたいなと思うんですが、なかなか買えないでいます。本当に無駄にインターネットをやってしまっているなという感じがしますね。で、今使っているヘッドセットは USB 接続のものなんですけども、本当に Windows 7を使ってからピンで、つけるヘッドセットだと、なかなか自分の声がなんか音が小さくて相手に聞こえづらかったんです。USB にしてからはそんなことはないんですが、そうですね。スカイプのバージョンが上がるたびにヘッドセットが使えなくなるのではないかという思いがたまにします。年がら年中というわけではないんですが、このソフトはまあ使っているんですが、非常に使いづらいなと思っています。よくやり方がわかんないんです。Gmail にあった、保存してあったで、メールを、これが家庭ダウンロードしてしまい、メールを削除したサーバー上、Google のサーバー上に あるはずのでメールも消されてしまいました。
あんまり使いやすいソフトじゃないなと思っています。まあ自分の主観的な意見なんですけども、そうですね、一回でここで、キャプチャーを切りたいと思います。